ね、あのロベルのバーに遊びに行かせてもらった以来なわけなんですけども、はいはいはい、そうですね、あれから僕はね、まあ、やっぱり可愛い後輩といたしまして、はい、ありがとうございます、嬉しいですね。配信ちゃんとチェックしに行ってますし、はい、サムネも作ってるかちゃんとチェックしてますよそうですよね、やっぱりその、うん、やっぱり先輩に見られてるっていう気持ち、やっぱこう、そんな気持ちがやっぱ出てくると、やっぱサムネイルちゃんと作らなきゃなとか、うん、やっぱすごい考えるようになって、自分でもやっぱりすごくサムネイルには気を配るようになりましたね、ほんまに。はい、気を配った結果のサムネイルちょっとね、ここに画面に出しておこうかなと思います。なんであんの、はい、なんであんねや。一応ね、やっぱりこうロベルがどれだけクソサムネなのかっていうのをね、あの、まあ、あ、皆さんに分かってもらった方がいいかなと思って。あ、ね、まあ、これがもう先輩に見られてるって意識の上で作られた素晴らしいサムネたちですね。いやもうこれ名画だな、これは名画ですね。すごいいいでしょこれ、本当にね、時間かけてこれは作らなきゃと思ってやっぱ作りましたね、自信作ですね。これはどうしていつも夜空の上で文字が踊っているんですか。なんかですか、これね、この我々っていうのもあれですけど、はい、僕の悪い、あ、すみません、僕の悪い習性なんですけど、はい、やっぱりこう楽をしたいっていうのがあるんでしょうね、どこかで。あ、なるほどね。一回使ったものも、うん、もう一回使って美味しくいただこうみたいな気持ちがあって、はい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 、この夜空の上に、うんうん、あの、はい、文字を踊らせるっていうことをやってるんですけど、まあ、素材もったいないですからね、何回も使わないとねそうでしょ、うん、でしょ、やっぱ一回持った素材はやっぱそれ生かしていかなあかんから。幽谷なのになんで夜空なのって言われて、確かに確かに。いや、やっぱ幽谷の上にはやっぱちょっと文字は載せれないかなと思って、やっぱ白で載せたいと思ってね。やっぱ白が抜けるのはちょっと自己主張しすぎだしね、幽谷ロベルの上に幽谷使うとかはね。そうなんですよ、うんうんうん、だからやっぱりこれでいったらいいかなと思って自信を持って生み出したサムネイルがこいつらですね。これちなみに気になってたんですけど、気になってる点がありますか、やっぱ気づくとは気づくやろな。おしゃべりよがどうしてこれ中央配置じゃないんですかずっと気になってるんですよ、なんで若干上に寄ってるんですか。これ幽谷ロベルはですね、あの、はい、多分配置とかを気にせずに多分もう置けばいいと思ってるんですよね多分これ置いた後に調整してないですねこの人ね。置いた後にもうピャッて引き伸ばしてJPEG で書き出しちゃえっつって書き出しただけですね。思ってやっちゃったやつですね。なるほどね。そうなんですよ。まあ、長い配信人生こういうこともありますよ。じゃあちょっとこのゴミ片付けておきますからね。なんて言った今、はい、あ、すいません なんて言った今、はい、見ちゃうでこれは、立派な作品やでこれはもう、いやいやいや